のりやきショー。イエーイ。イエーイ。乾杯乾杯。静かめに乾杯。はい、ということで、今回も乗っ取ってやっていくんですけど、前回に引き続きあの XQQ とクローはパシフィックリーグの渡航準備で、まあ、いないというところで、また代打やらせていただきます鈴木紀明です。よろしくお願いします。そしてゲストは GC 部門のお三方、スーさん、アコさん、小原さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。今回さらにお三方のことを深掘りしていこうかなと思うんですけど、その前になんかまたちょっとメッセージが、あの今度は XQQ コーチから届いてるみたいなので、ちょっと読ませていただきます。代打ののりやきさんへ、 XQQ より平素より大変お世話になっております。 XQQ です。なんかそうビジネスメールみたいな感じですね。いつも僕の代打を担当してくれていると知り、内容は見ていないので分かりませんがよくやってくれていると思います。なんで見てねえんだこいつ。韓国渡航するまでバタバタでご迷惑をおかけしてしまいますが、次回の収録からは復帰し韓国からお届けできると思いますので、その際はのりやきさんも韓国までお越しいただくようお願いいたします。 XQQ と。韓国ここ行くんすかね、これ行きましょうって言われたら、じゃあ行ってきます。ありがとうございます。ということで、はい、お土産待ってます。お土産なんだろうな、逆に 何があるんだろう。美容液。めちゃめちゃリアル。めちゃリアルだな。はい、ということで、まあそれはいいんですよ。皆さんについてちょっと聞いていきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、まず最初に皆さんの出身ゲームタイトルはっていうところなんですけど、なんかありますか。出身ゲームこれだなみたいな。 CSGO とロールをマジで同じぐらいやってます、うん、なるほどなるほど。そうロールもやってんですね。ロールガチでしたね。ロールガチで言うて D2 ぐらいまでしかいけなかった。いやめっちゃやってる。すげえやってる。ガチガチじゃん。超やってるっすね。でロールでプロになりたかったんですよ。うんうんうん。なんでバロラント出てバロラント行ってみたいな感じですね。あ、そうなんすね。結構 GO のイメージ強くて僕の中では。どちらかといったらロール。CSO2 年、GO2 年、うん、でロール4年みたいな。あ、じゃあロールの方が長いんですね。そうなんですよ。あ、そうなんだ。結構多分僕が知ったタイミング多分 GO やってたと思うんですよね。うん、まあ一方的に多分認識したんですけど僕が、うんうん、まあ、GO の人なんだなと思ったんですけど、ロールが長いってことです。そうですね。じゃあそこのなんか生かされたりしてます、バロラントで。マップ見るとか、そのスキルがどこにあってとかっていうのはめちゃくちゃ生かされてると思う、うん、あとクールダウンめっちゃ見れますね。確かにね。なんかスキルトレードの概念みたいなのってかなり近いところがある、うん、結構あると思いますね。相手は結構このぐらいのスキルで来たのを安いスキルで返すとか、うん、なんかそういうところちょっとロールっぽい感じはあるのかなと思いますけど。なるほど、まさかのロールというところで。アコさん出身タイトル、エーペックス。はいはいはい。でもなんか本当にゲームめっちゃハマったみたいな時は、うん、スプラトゥーンやってました。あ、スプラスプラトゥーンやってました。あ、私スプラね。FPS で言ったらエーペックスなのかな。まあでも近いですよね、シューターゲーで、うんうんうん、スプラからだってプロなってる人も結構いますよね、うん、いますね。バズさんとか、うんうん、確かそうですよね。スプラからなんか若いわ。そう若いですよね。え、年齢とかって出してますか。あ、出してますよ。19歳ですね。19、それスプラになるか。スプラ、エーペックスになるか、うん、すごいな。なんかちょっとジェネギャだわ。どうですか、なんかスプラとか、まあ、エーペックスからこうパロラントに来て、なんか難しいところとか、ここは結構流用できたなみたいな部分あります。でもなんか、うん、結構そんなゲーム性って似てないじゃないですか、うん、全然違いますよ。エーペックスとかでは車線管理とかが一番大きいのかなって感じなんですけど、もうほんとちょっとミスったらね、ボコボコに打たれちゃうみたいなの結構ありますもん、ね。うん、あ、まあでも FPS の基礎的な部分をそこで結構学んだみたいな。そうですね。今の若者のなんかゲームのこうなんていうのかな、歴の感じがすごいする。めちゃくちゃいいっすね、スプラ、エーペックス。なるほど、ありがとうございます。じゃあ小春さんは、出身は GO ですね。 CSGO です。 GO から。 GO からですね。初めてのゲームが GO です。マジっすか。何をどうしたら GO から始めるの。いや失礼かもしれないけど、めっちゃ言われるんですけど、うんうん、いや俺も GO 好きなんですけど、バックブックしかなくて。
MacBook でできる FPS が CSGO だったんですよ。あ、ジオできるんだ。できるんですよ。あ、そうなんだ。OS Mac でもできるんですよね。それはなんでゲームをやってみようみたいになったの？なんかある？スタバで MacBook 持ってるやつかっこいいっていう。まあまあまあ、分かる分かる。あって、分かりながらにあの MacBook を購入しまして。ああ、なんかミーハーすぎるだろ。ミーハーすぎる、ミーハーの理由でね。ああ、スタバで MacBook 持ってるやつかっこいいになってたんで。ああ、でちょっと買ってみて。買ってスタバでやってみたものの、まあ、やることなかったんで。確かにね。まあ、家でこう放置してて、なんか暇だなと思ってゲーム始めたのがきっかけですね。最初別に周りでやってた人がいたとかでもない？いないです。もうゼロの状態から。ゼロのシルバー2から始まりました。だって僕あのゲーム結構やってましたけど、日本人の人すらもちょっと少ないじゃないですか。そうですね、初めてやった時になんか市場のど真ん中みたいなところで VC してる東南アジアっぽい人とマッチングしてもう会話が飛び交ってんの。10人ぐらいの会話、ダラダラダラみたいな、ブーンみたいな。本当に車通ってますよね。車通ってるの。ブーンそう、ビーブラーブラーブラそう、そんな感じ。本当に何人でやってんのみたいなみたいなと衝撃的な環境なんですけど、そこから入ったんですね。そうですね。逆になんだろう、じゃあこれせっかくおもろいから2人も聞いていきたいんですけど、なんでじゃあ CSO から、 CSO からですか？ CSO、 なんで CSO にたどり着いたんですか？なんか中学の時に違うなんかサイトで出会った友達が、あのアバをやってて、あ、はい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 、でも3日で辞めて、いや CSO の方が面白いよって言われて、はいはい、でそっから CSO2 年ぐらいやってました。あ、そうなんだ。初 FPS アバ、アバっす。あ、でそこで3日で辞めて、そっからまたこうちょっと戻ってきて CSO。 CSO、 そうですね、 CSO めっちゃうまかったんですよ、その人たちが。ああ、じゃあもう最初から友達にうまい人がいたっていう。あ、そうっす、ね、まあでもそれ結構あれですね、よくあるパターンかも。なかなか MacBook、 いや一人では生きりたくて MacBook 買って CSGO 始めました、うん、結構ないかもしれない。ないね。なるほど、そっちパターンじゃないと。結構王道ルート、王道ルートですね。アコさんはどうですか？まあなんでっていうのはないと思うんですけど、スプラってもうなんかもう、ね、大体みんなやってたり、いやそうですよね。なんでなんで買ったとかも、なんで買ったとかもなんか本当に弟がやってて、あのスプラトゥーンはスプラトゥーン2が出た時に、ちょっと Wii U いらないからあげるよって言われて、でやっててみたいな感じでした。はいはいはい、はい、でも YouTube の、 あのゲーム実況者さんがめっちゃ好きで、はい、中学生の時かな、うん、初めて FPS スプラトゥーンやってたけど、FPS の実況を見た時にめっちゃ面白そうと思って、で始めました、そこから。あ、そこから、はい、Apex はコントローラーですか？から始めた。あ、あのキーボードマウスですね。パソコン家にあったんですか？ありました。あ、それでやってました。そうなんだ。でもなんか実業者さんの FPS 見て入ってくるっていうのも結構ジェネギャル。だってやってる人なんかほとんどいなかった。キーボードマウス、 PC の FPS をやってた実況者さんってあんまりいない印象。今でこそ多いですけど、ストリーマーとかもいっぱいいるけど、昔はね、今週末だったらぼちぼちいたかなぐらいで。なるほどね、そういう感じで皆さんこのそれがこう巡り巡ってバロラントのプロにっていうところで、なんかおもろいですね。みんな全然違う道を歩んできてるってところなんですけど、まあそんな、まあ、ゲームをやってきてる中でプロ選手になりたい、プロ選手になろうと思ったきっかけっていつ頃というか、それはまずなぜなのかと、いつ頃なのかっていうのはありますか、すずさんは？自分は18、高校卒業して、はい、本当は絵を描くっていう職に進もうと思って専門に行ってたんですけど、はい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 、まあ、その専門に e スポーツ学科ができるみたいな感じで、いやせっかくなら本当にどっちやりたいかって言われた時にゲームやりたいなって思って。あ、その学科にも行ったんですか？まあ、あるのそのイラスト学科を休学して1年先まで休学して転科してみたいな、そういうきっかけがあったんですね。そうですね。そこでもうこれでやっていくぞっていうのを決めて、でその時にロールをめちゃくちゃやってたんですよ。ああ、なるほどね。なるほど。でそれでロールやってて、はい、バロラント出て、まあ、そのプロで目指すタイトルをバロラントに切り替えた。
あのなんかあの女子プロはやってたんですよ自分、はいはいはい、その専門時代から、はいはい、でそっから流れに乗ってもうずっと行きたいなみたいな。なるほどなるほどなるほどね。そういったきっかけがあると。そうです。あこさんどうですか。なりたいっていうよりかはゼータ JC 部門募集しますよみたいなタイミングで、はい、うん、その前からね結構女子大会やるらしいよみたいな、うーん、めっちゃあって、はいはい、結構自分があんまり人と関わるのが苦手というか、うんうん、それこそあんまり学生時代からその女の子と仲いいグループみたいなに入ったことがあんまなくって、なんかそういうのができる自信がなかったんですよ、はいはいはい、なんか本当はなんか心の中ではなんだろう、ゲームでお金もらってで生活できたらいいなみたいなのはあったんですけど、はいはい、めっちゃゲーム好きだったんで、はいはい、あったんですけど、まあ、大学とかも入ってたし、なんかその親もお金出してくれてなんか期待を裏切るわけにはいかないみたいな、そのめっちゃ心の葛藤があって、はい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 、その潜在的にはそのプロになりたいっていうのはあったんですけど、もう本当に押し殺してて、はいはい、でまあトライアウト受けることも誰にも言わずにやろうみたいな、親にも言わずにやろうみたいな感じで、もう友達も言わなかったんですけど、はいはいはい、そのまあ、受かると思ってなかったんですよ正直。あ、本当に自分より上手い人いっぱいいるだろうしみたいな気持ちでやってたけど、なんかその母校との相性とかもあったりとかして、はいはい、面談をした時にゼータの方と本当に自分がやりたいのはこれかもしれないって思って、そのゼータに受かって初めてもう本当に本気でやろうっていう決心がついたみたいな感じですね。受かったからも逆にもうここからも全力で行こうみたいな、はい、みたいな覚悟を決めたみたいな感じなんですかね、はい、ああなるほどね。ということで、さ小春さんははい、プロ選手になろうと思ったきっかけとかタイミングってなんですか。だからもともとストリームっていうかその配信頑張ろうっていう、うん、はいはいはい、女の子が5人集まったチームがあって、はい、で何かの大会を開いて、その女子だけのチームのコミュニティ大会を開いて、そのタイミングでなんかこう配信を見てくれてってったのか、もともとつながってたその前のチームの人が声かけてくれて、はいはい、新しいチーム作るんだけどどうみたいな感じで、まあ、それはもうだからそのプロとしてのチームを作るんだけどってこと、まあ、誘われたからちょっと覚悟を決めてやってみようかなみたいな。もともとは全然なんかプロになりたいチームとかじゃなくて、はい、まあ、それがそのままだから、まあ、なんかチームがプロになったからプロになったみたいな。そうですね。でそこで大会出ていく中で、まあ、結構、まあ、ちょっとこうやっていくかみたいな気持ちになって、だいぶ楽しくて。なるほどね。あ、じゃあ本当みんな結構バラバラっていうか、バラバラっすね、うん、なんか成り行きって、まあ、結構あるあるなんですよね、うん、気づいたらプロになってたっていう方が実は、うん、まあ、あるあるで、うん、プロを目指すためにやってきましたっていう人は、うん、もう本当最近結構若い人とかぐらいで、うん、まあ、やっぱそういうのが多いかなと思ったんですけど、まあ、結構みんな別々の道からここに集まってきてるってところですね。そうですね。じゃあちょっともっとこういろいろと聞いていきたいんですけど、まあ、好きな選手というかリスペクトしてる選手、これは別に GC プレイヤーじゃなくてもいいですし、うん、別にもう誰でもいいんですけどっていうのを教えていただいても何人でもいいです。すずさんとかはリスペクトとか、はいはい、その目指したいところで言ったら、自分はもう GC 版ラズさんみたいな。おお、もうラズさんになりたい。そうですね。なるほど。同じチームじゃないですか。そうですね。すごいですね。目指してるというか、リスペクトプレイヤーと同じ。どうですか、なんか一緒のチームになってみて話したりしました。いや全く全く話してないんだ、はい、機会もあって話す機会とかもいやない、もう本当にないっすね。あ、ないんだ、うん、なんか話聞いてみたいこととかありますか。もうでも大体、うん、その聞きたいこととかって、うん、なんか配信とかでみんなが聞いてくれて確かにね切り抜きで上がってるんですよね、うん、100回ぐらいね逆キーでストッピングしてますかって聞かれてるし、ね、すごい答えてくれますもんね、ラズさんね、配信、うんうん、あ、じゃ あ、 まあそこで見て、うん、そうですね、ラズさんのこう質問返しみたいな切り抜きとか見て、そうですね、うん、もう本当にストイックで、うん、まあ言ったら日本一みたいな印象があって、うんうん、
なんかか、まあそういう風に勝手になったってわけじゃないじゃないですか、日本一の印象って。もうその日々の積み重ねといろいろあってめちゃくちゃ強くなってっていう、うん、だからそういうなんか努力とかそういうのを見習っていきたいなっていうのが、まあ、要はなんかもう勝つべくして勝つ人になりたいという感じなんですかね、うん、この人はもうだからもう本当に勝つために前に積み重ねてきて、うん、みんながもうそれをこうもう認めるという、うん、この人はもう勝つべくしてきた人だよねみたいな、そういう存在になりたい。そうですね。なるほど。ラズさんの名前が出てきました。結構海外選手とかの、ね、名前出てくるのかなと思ったら、まあ、ラズさんの名前が出てきて、まあ、ちょっと嬉しい気持ちもある別に他の選手が出てもいいんですよ、全然いいんですけど。じゃあタコさんは、でも全てのプロ選手に対してリスペクト持ってるんで、はいはいはい、なんかもうこの選手になりたいみたいなのはあんまないですけど、なんかエームやばーみたいなもんのは、あの海外のサラ、はい、あーバージョン1の、そうです、はいはいはい、めっちゃエームいい、めっちゃエームいいですよね、うん、あの人は、ね、最近チームも変わって、うん、イモータルズから移籍して、うん、最強チーム、最強チームになっちゃった、うん、で VCNA でもでトップ32まで上がってて、すげえ選手だなって本当思う、うん、でめちゃくちゃエムやばいんですけど、ね、すごい華奢な少女って感じで、なんかすごい、うん、なんかギャップもありっていう感じで、うん、魅力的な選手だなと思いますけど、うん、確かにサラーいいですよ、うんうん、なんかもし世界大会とか出たら、まあ、ほぼ高確率で当たるか、当たるというか、まあ、同じあれに入ってくるような、ね、うん、チームだと思うんで、まあ、ライバルにもなりうるし、うん、なるほどですね。まあ、それを見てなんか真似したりとかっていうのあります？特にない。まあまあ見てすげえなと思うだけで、まあ、ステイの綺麗な人はめっちゃ好きで、うん、自分は、うん、とかそんなに速い選手じゃないのにステイの速いみたいな、めちゃくちゃね、うん、ロー選手だから、ね、1600 DP は 0.095 でしょ、めちゃくちゃ低い、めちゃくちゃく、うん、めちゃくちゃ低い、詳しいよマジで詳しい、 GC ウォッチャーだからGC の世界の選手めちゃくちゃ詳しいです、そこはちょっと意識してみたい。そうですね、なんか結構安定、エイムとかも、うん、なんかもうプレー全部が安定してる感じ、はいはいはい、が確かにすごいいいなって思います。サラの名前も出てきましたけど、小春さんはいますか？イーサン、イーサンこの間大活躍のイーサン、ずっと NRG から好きで、はい、いやなんかプレーか見ててかっこいいなと思うんですよね。間違いない、結構どのロール使ってもなんかマジで輝いてるなっていう点ではイーさんが一番好きですね。あー、なんか渋いないいチョイスがなんかこの3つのチョイス全部いいななるほど。いやほっと活躍しててロックインも、うん、無敵状態でずっと ACS もトップに最初の方いて、うん、ね、まあ、ちょっと惜しくも負けてはしまったものの、なんか本当にあの大会でも5本の指に入るような、ね、プレイヤーだったんじゃないかな。まあ、それを見て結構あれですか、やっぱ憧れますか？イニシもねやってて、KO とか、そうなんですよね、やっててね、見ててやっぱこういいなって思ったり真似してみたりしますけど、うん、やっぱ E さんの真似しても E さんにはなれないですまあね、まあそういう、まあこうフレキシブルかつ強い選手っていうのはも憧れるという、うん、憧れますね。なるほど。いや面白いチョイスが出てて、すごい個人的には喜んでるんですけどまあなんかそんなところも聞きつつ、ちょっと今度はバロラント以外の部分もちょっと聞いていきたいんですけど、まあ、私生活について、まあ、話せる範囲で全然いいんですけど、なんかこう普段私生活で気使ってることとかあります？まあ、腕怪我したらあかんなぐらいじゃない？気つけてる本当に気つけてないじゃんあの野球選手みたいに右でバック持たないみたいな、左で持つみたいなとか。なんか格闘技やり始めたいんですけど、うん、さすがにちょっと腕折っちゃったらやばいなと思って。まあ怪我するからね、だいたいみんな怪我してる、格闘技やり始めた人寝るとき、寝る前にこういうことやってるとかなんかあります？もう特にない。なんか個人的に気をつけてるのは、はい、そのちゃんと夜寝て朝起きる、うん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 、これがめっちゃ大事で、うん、そのメンタルとかもそうですけど、うん、やっぱりご飯食べれなくなったりとかするんで、その夜をずっと起きててみたいな、うんうんうん、その家族と生活リズム合わなくてご飯食べれないとかあるんで、はいはいはい、そういうところも気をつけてるし、これ女性プレーあるあるだと思うんですけど、うん、貧血でプレーに支障が出るみたいな、うん、
自分の体になんかおかしいなって思ったらすぐ病院行くとか、生活習慣から全部来てると思ってね自分は、うんうん、その生活習慣は気をつけてます、ね、うん、あの活動時間的にも結構もう活動終わったらすぐ寝るみたいな感じなんですけど、なんかもう本当に午前中に無理に起きるみたいな。でも本当にその日々の生活習慣っていうところはめちゃくちゃ重視はしてるんです、ね、うん、まあ、めっちゃすごい、まあ、珍しいっちゃ珍しい、うん、そのゲーマーって夜行性多いから、うん、それこそテンさんなんか昨日イベントあっても、うん、眠すぎる帰るっつってなんでこの時間に眠いん夕方前ぐらいにもう無理ってなってたりとかして、結構ね、まあ、人それぞれではあるけど、まあ、それはすごいいいことですね、うん、まあ、生活習慣良くすることで、まあ、貧血とか症状もなんかその悪い方向にはいかないようにみたいな、ね、いやもう病院の先生に言われるんですよね、いやそれ夜寝てないからですって言われるんですよ絶対。なるほど、貧血が治んなくて本当に偉いですね、うん、逆にしっかり言われたっす、ね、いや言われました、うん、またそうだよね確かに健康に健康気使ってますか、お二人とか特にない健康ですか絶対気使ってない半笑いじゃん。健康って何に気使うんですか、ラーメン食べないとかですか。あ、まあ、やっぱちゃんとよく寝てよく食べてとか、朝起きて夜寝るみたいな。なんかイベントの前の日に倒れちゃってリスケになったことがあるんで、イベントの前はもうめちゃめちゃ寝るようにしてますね。ああ、もうじゃあもう本当になんか寝ないでイベント行くみたいな、絶対絶対してないですね。偉い偉い、寝てねーみたいな人いるもん結構イベントとかで寝てねーとか、最悪の場合あのめちゃくちゃ酒残ってるみたいなあ人とかはダメだろってやっぱ思っちゃう、うん、まあ、いないけどね、あんまりいないけど、まあ、いるはいる、うん、一定数。自己管理だと思ってるんで、自己管理能力が足りてないとか、うん、なんかその寝てねえ、俺今日寝てねえとかあるじゃないですか、私今日寝てないとか、うん、なんか自分からしたらなんか、あ、管理能力が低いんだなって思ってしまうんで、まあそうですね、マイナスだよね。マイナスだから、うん、なんか寝れてないことが恥ずかしいっていう気持ちになったりするんで、ね、大会本番日に寝てねえとか言ってたらぶっ飛ばすもんね。ぶっ飛ばすもんね、マジで。全然年関係ないし、お前ふざけんなよってなるよね。右で行きます、うん、右だよ、右で行きます、怪我する格闘技やってなかったのに格闘技抑えてたのに右で行くんだ。右で行きます、まあ、本当にね、そこはね、やっぱしっかりしてるっていうのはでもいいことかもしれない、うん、やっぱりなかなかやっぱ結構崩れがちだから、うん、体調もね管理していかないといけないというところはあると思いますけど、今はブーキャン中だから一日のほとんどバロラントで、まあ、過ごすこともあると思うんですけど、それ以外で何かやってること、例えば趣味とか何かありますか、バロラント以外でやってること。自分たまにギター練習したり、うん、あ、やってる、うん、映画見たり、うん、酒飲んだりっすねなるほどね、まあ、まあ、本当普通に普通、映画好きなんですか。映画好きっすね。あ、そうなんですね。家で見てる映画館とか。いやー、もう最近はコロナ禍入ったからずっと家で。あ、サブスク系のやつで見るみたいな。ネットフリとか、ネットフリとかアマプラとかで。はいはいはい。なんかおもろかった映画あります？使われるか分かんないけど自分が一番最近好きなのがあの、うん、グレイティストショーマン。はい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 。あ、俺も好きってカメラマンの方も言ってますけど、その映画見て結構いろんなことに挑戦してみようみたいな気持ちになれたっすね。結構映画からポジティブな、あのネガティブも来るんですよ。あ、ネガティブ、まあそれはね、もうバッドエンドがダメで。バッドエンドダメなんだもうディズニー慣れしすぎて、あ、絶対にハッピーエンドで終わるじゃないですか、うんうんうん、その安心感で見れてる中でバッドエンドの映画とか見たらもう本当に1週間ぐらい立ち直れないんですよ。ああ、じゃあ結構左右される。そうなんですよじゃあポジティブなのばっかり見てほしい、大会前はね。あ、もう最近ディズニーとかそういうのしか見てないですね、うん、本当に。ビターエンドもダメ、あの作品とか伝えたらネタバレになっちゃうね2人は別れることになったけど2人はそれぞれの道に進んで、ああ、ダラランドみたいな。そう、今それ言おうと思ったグレイテストショーマン来たからね、グレイテストショーマン来たからララランド、ララランドね、女の光景悪いんだよね。いや、マジでララランドは2回目なんか そこまでは好きなんですよ。うん、そこのね、そこまで、ね、うん、までは好きなんですけど、もう最後悲しくて悲しくて、うん、いや、まあ2人のそれぞれの道はあるんですけど、うん、俺あの映画大好きで、でも女の子に言うとあの映画ダメだよみんな言うで、お前その映画好きなの、ダメダメってよく言われる
もう別れちゃうのがね、うん、もうもう別れてね、もうちょっと悲しくなってない、もうなんかだんだん、だんだん沈んで、ごめんごめん、大会前だな、大会前だ、やべえ、ちょっと影響出ないといいですけど大丈夫です大丈夫です。じゃあ、あこさん、なんかバロラント以外生活中やってることあります？趣味とか、あともずっとゲーム？いや、休みの日はゲームしないです。なあ、逆にしない、はい、まあ、でも映画も見るし、うん、洋服見に行ったりとか、あ、普通の女子大生みたいな感じでかもしれないです。普通になんかカフェ行ったりとか、まあ、カフェカフェ行ったりとか、おしゃれ、おしゃれ、うん、なんか映画の話、うん、私はもうネガティブな映画しか好きじゃない。怖いなそんなことある、すごいな。自分がネガティブな時にネガティブな映画を見ることでネガティブを消すんですよ。あ、もっと自分より不幸な人いる風みたいな。なんか歪んでない？なんか怖くないそれ？油性ペン油で消すみたいな。そう、うん、メイク落としあの油で消すみたいな。油だから。油は油で消さないといけない。なるほどね。そういう感じの見方もある。そう、なんで私はララランド大好きです。私もう10回見ました。めっちゃ好きなんで。よかった。好きな人もいると。うん、はい、と元気でもしますも、あんまりだからね、ラランドいいよねみたいな話絶対しないようにして、賛否両論すぎ て、俺大好きなんだけどな。今日映画の話がやっぱみんな映画見るの。小春さんは何してます？基本的に配信してるかもしれないですね。休みの日、休みの日配信してるか、ワンちゃんと遊んでるか。ワンちゃんと遊んでるんですか？ワンちゃんと遊んでます。それロミヤさんじゃないですよ。ロミヤさんのことワンちゃんって言ってるわけじゃないですよね。あの第1回 の、 あの前回のやつの話、ロミヤさんのこと言ってるのかなと思って、ちょっとびっくりした。よくお散歩連れてたりします。あ、そうなんですね。どんなワンちゃんですか？チワワの。チワワ、かわいいわ。チワワのワンちゃん、もう吸うんですよね。あ、犬をね。犬を。わかる、うん、って、うん、もうたまんないっす。もうたまんないっす。休みの日は犬吸ってる。犬吸ってます。なるほど。もうみんなあんまり休みの日は、まあ、バロラント以外って言ってるからっていうのもあるけど、あんまゲームしない感じですか？そうですね。一回離れるんで、その日だけは。一日は絶対に仕事じゃないことをしろっていう感じで育てられてきたんで。うんうん、あ、もう親から。あ、そうです。なんか、自分は本当に一生できるんですよ、ゲーム。はいはいはい。でも、絶対に一日は休めみたいな。やれるけども休む。そうですね。のが多分大事。うん。多分それ一日が、大事なんでしょうね。なんかもうずっとやり続けるとどっかでなんか急におかしくなっちゃう、おかしくなっちゃうみたいな。だそれを避けるために一日休み入れろみたいな、うん、そういう意味合いなんですか？かその、まあ、仕事がそのゲームっていうのもあるじゃないですか、うんうん、だから遊びもゲームも一緒みたいな、その多分考えがあると思うんですよ、うん、混ざっちゃう。そうそうそう、休みの日までゲームやってると、そう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 、遊びなのか仕事なのか。そうそうそう、そこは結構しっかり分けてるんですね。そうっすね。なんか仕事できる人ってちゃんと休むとき休みますよね。うん、休むとき全力で休んで、うん、仕事できる人だじゃん。仕事できる。なるほどね。で、アコさんとかもやらないですか？テトリス。テトリス。テトリスやってるんですか？あ、テトリス。なんでそのまた。たまに練習して。ああ、テトリスいいじゃないですか。はい、バロラントはやんないかな。まあまあやんないですね。テトリス、まあ、プロゲーマー結構その人多いかも。もう休みの日は一切やらないみたいな人結構いるかも。逆にこうなっちゃうのを避けたいっていう人もいますもんね。うん、ちょっとまた質問の項目一つ、僕がすごい聞きたいことがあるんで一つ聞いていいですか？うん、高知の七面鳥高知いると思うんですけど、うん、一応僕同じ村出身なんですよ、はいはい、で、まあ、彼がコールオブデューティーからバロラントのコーチに転身して、その先でどういう風な感じでコーチングしてるのか全く分かんないですよ。どうですかって、彼どうですか、彼どうですか、印象というか、ミクロ面がやっぱり鋭いのかなって思います。分かる。マクロもその、うん、いっぱい持ってきてくれたりするんですけど、うん、その試合中とかは、うん、ミクロ面も結構、うん、あーなるほど確かにみたいな気づきが結構あるんですかね、うんうん、コーチらしいコーチですね。ああね、いやもう彼もともと
チームずっとやってずっと勝ち続けてきたんだけど、うん、チームにコーチつけなかったんですよ、うん、自分がコーチみたいな存在になりながら、ね、そう選手兼コーチみたいな感じでやってきたから慣れてるのかもしれないです、うん、意外と。あこさんコーチどうですか、どんな感じの印象ありますか。多分私がこの中だったら私が一番長くやってた、あそうですよね、うん、そのいない間もちょっとやってたんで、うん、長くやってると思うんですけど、うん、な結構最初の頃はそのメンバーとコーチでもう意見交換がめっちゃ多くて、うん、なんだろう、うん、自分はこれが正しいと思うけどそれは違くないみたいな、うんうんうん、結構多くて、うん、なんかそういう反省会みたいなのをめっちゃなんかやっていくうちに、なんだろう、コーチとしてめちゃめちゃすごいコーチになってないみたいな、あ成長成長してないみたいなのを感じてたりもしますね。変わった、やっぱりめっちゃ変わってます、ね、うん、その出会った最初の頃と比べたら、うん、俺の印象は俺が教えてやるよっていう感じじゃないんだ彼は、多分なんか、うん、もっとしゃもいろんなこと言ってくれみたいな、そういうタイプだと思う。なんかみんなでいろいろ話したいタイプだと思う、うん、でそれってすごい今のコーチってそういう人がうまくいってる印象は多い。俺がチームのやり方を全部決めますっていうコーチ昔は結構あったと思うけど、うん、今は5人で考えるよりも6人で考えようみたいな考え方の人って、うん、なんか彼はそういう方なのかなと思うんですけど、どうなんだろう、分かんないけど、いやそうだと思います、うん、俺についてこいコーチ無理なんですよね、うん、あ絶対彼は、ね、俺についてこいではない、うん、ただ人一倍考えるから、うんうんうん、マジでコーチらしいなと思って、まあ、コーチの仕事としてはそういう感じ、うん、じゃあコーチとまああんまりなんだろう仕事以外で話すこともないかもしれないですけど、なんかその人間性的な部分はどうですか。マジですごいなって思うとこは、うん、怒んないところあ怒んない、もう全員我が強いんで、うん、いやそれは違うけどねみたいな、うん、なんか言ったらいや違くないみたいな、もう結構マジ飛んで言い返しても、うんうん、うーんまあでもそれもありだと思うけど次はこうやってみようかみたいな、もういい感じの丸く収めるんで、あ怒んないね、もう本当に怒んないですよね、うん、そこがマジですごい、自分はすごい怒っちゃうんで、うん、結構ねむちゃくちゃなメンツとずっとやってきてるから多分怒ることも なんかないと思うんだけど、じゃ逆にあんま怖い印象はない。全くないですね、全くないですね、面白いですね、ツッコミ早いです。まあ確かになんかねあいつの本当ふざけたことよく言うおもろいんだよな、うん、でもで俺の印象的に結構、まあ、人一倍熱い部分もある、うん、と思ってて、そういう厳しさみたいなの感じます？厳しいとかある？厳しい、厳しくもない、まあ、小原ちゃんが入ってからはないけど、うん、まあ、チャロがいなかった時とかもなんかもっとこうした方が有意義なんじゃないみたいなのは言われたりとかもしたし、うんうん、なんかその練習態度とかでも、うん、もうないですけど一回言われて終わったんですけど、なんかこういうなんだろう自分が言ってたことをちゃんと次の日に生かせるようにしてほしいみたいな、うん、とかはあってなんか、うん、熱いなと思いました。そう、ねうん、なのあそこまで勝ちを追い求めてるやつもなかなかいなかったなっていう、うん、なんか過去の人みたいないなかったなと COD のときおもろいエピソードあります、コーチとの。でもずっと真顔みたいななんかそこの席なんですけど、一番そのコーチの顔が見える席なんですけど、うわマジでこれやべえスクラッチしたわーチラーみたいな人もずっとこれわかる。でなんかもうあの面直を持ってきてくれた作戦を成功したにもかかわらず、いや絶対これ喜んでるっしょって、あこちら横見てマジみたいな、いやマジマガオマとか言って、小春ちゃんがいやこれ絶対面中にやけてるわ、ね、とか言うから、私が横見たらずっとこれもうえマガオなのみたいな、この作戦初めてやったんですよ。あこの間ねあったからやってみようみたいな感じでやって成功したのにずっとマガオだから二度とやんねえからいや多分、まあ、見えてるんでしょうね、なんか悪いところもあって、まだここもいける、ね、でまだここもいけるみたいなとこ多分見てそうなイメージあるな。その後にもうちょづいて死にましたひょうきんな感じだけどちゃんとやってる感じっていうのね、うん、あるけど、あじゃあなんか特にギャップないなあんまり、うん、えそうなのみたいな一面ない、結構ポジティブかもしれないですね、うん、ピストル取れてたら勝ってたねみたいな、うん、そのラウンド差も、うんうんうん、
まあ惜しいとこあってあそこ取れてたら勝ってたねとか、はいはい、こう結構前向きに物事考えてくれるんで、うんうん、結構こうマイナスになることはあんまなくない。マイナスはないね。ないね。スクリーム終わってなんか安くなんちゃらかんちゃらだったなみたいなないよね。ないね、うん、でも勝って負けても負けたかみたいな感じ。あ、マジでそんな感じですね。負けたかみたいな言い方似てるような。それはだってもう長いもん。長いからな。今日負けることもあると思うんですよ、うん、そのスクリームとかやったりとか、うん、まあ今後ずっとこう無敗で、まあ、いけたらいいけど、まあ、負けることもあるんですけど、彼は逆に負けたがってた部分があったから、うん、COG の時もう誰も、ね、対抗馬が現れないで終わっちゃったから、うん、そのまま優勝し続けて、うん、そういう点ではもしかしたら負けて喜んでるというか、その手こずってて喜んでる部分もあるのかもしれない、うん、生きがい感じてる、生きがい感じてる、まだ修正できるみたいな、まだやれることあるよみたいな。だから喜んでる、まあ、締め中も頑張ってください。引き続き頑張ってください。応援してます、はい、じゃあもう最後に、まあ、この、まあ、動画見てくださってる皆さんにお伝えしておきたいこととかあれば、ちょっとお一人ずつ聞いていきたいんですけど、スプリットってどうなってるかちょっと分かんないですけど、まあいいとこまで行ってることを信じて、はいはいはい、で多分 GC は絶対世界行くんで応援よろしくお願いします。あごさん、全部何も考えなかった。順番に聞いてくる言うたのに。頑張ります。頑張りますね、はい、ありがとうございます、はい、頑張ってください。小春さん、ちょっと小春いなくて世界行けるとは思ってないんで、あの絶対行くんで、すいません申し訳ないです。あざす。まあそうね、まあ、とりあえずゲームチェンジャーズ、まあ、チャンピオンズとかもおそらくあるのかな。まあ、そういうとこまず1回そこで世界を目指して、で今度は VCT、 なんだろう、セクシャリティとかも全く関係なく一番上を目指していくってことになっていくと思うんで、最終的にはあそこの世界での活躍ってところは本当に期待しております。頑張ってください。ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりですかね、はい、ということで、まあ、改めましてゲストはデータディビジョンのバロラントゲームチェンジャーズ部門のすずさんとあこさんと小原さんでした。また次回からはおそらく2人が帰ってくるんじゃないかと期待してますので、多分ノリエキションもこれ最終回になるんじゃないかというところですけども。最終なんですか、わかんない。どうせまたね、多分何かあったりすると思うんですけど、はい、お付き合いいただきありがとうございました、はい、MC 鈴木ノリエキでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。